この飛行機はまもなく、東京都の大島の上空に差し掛かるところでございます。未然に、東京湾をまもなくご覧になりながら、右手には、伊豆七島の、一部竹島島が大気でご覧になります。あと5分ほどで、最初の着陸態勢に入りますので、シートベルト着用サインが点灯した後は、速やかにお席にお戻りになりまして、しっかりとシートベルトをお締めくださいますようご協力をお願い申し上げます。最初の着陸態勢に入りました後は、本日継続に発達しております積乱雲の影響を受けまして、ところどころ大きな揺れが予想されております。飛行機大きく揺れましても飛行の安全性自体には全く影響ございませんので、その点はどうぞご安心ください。現在のところ敵地に到着予定時刻は米国の午後2時5分前後を予定しております。皆様はターミナルまでは、バスにてお送りする予定でございます。